清武決めた、直接ねじ込みました。清武決めてきますね、しっかり。見事です、今シーズン自身7点目。まあ、比較的ゴールまで近い距離、その中でこういったフリーキックっていうのはね、すごく難しいんですけどもね、はい、ボールが落ちきらないですから。どちらかというと壁のない側の方をちょっと狙ってきました。そうですね、そして選手と選手の間、笠原選手からするとボールがなかなか